皆さん、こんにちは。大谷翔平選手の専属通訳を務めていた水原一平氏が違法賭博に関与したとしてドジャースから解雇されたことが大きな話題となっています。水原氏は結婚していますが、今後離婚する可能性はあるのでしょうか。また奥さんはギャンブル依存症や違法賭博のことを知っていたのでしょうか。今回は水原一平氏が離婚しない理由と奥さんの認識について調査し、まとめていきたいと思います。まず水原氏が離婚しない理由として考えられるのは以下の5つです。妻のサポートが必要、浮気をしたわけではない、愛犬がいる、不起訴の可能性もある、マスコミに騒がれたくない。水原氏はギャンブル依存症であることを告白しており、依存症を治療するには周りのサポートが必要不可欠です。離婚してしまうと精神的なストレスもさらに加わり、症状が悪化してしまう可能性もあるため、すぐに離婚はしないのではないでしょうか。また水原氏は浮気や不倫をしたわけではありません。離婚したところで慰謝料を払ってもらえない恐れがあり、メリットはなさそうです。さらに水原氏夫妻には子供はいませんが、3匹の愛犬がいるそうです。愛犬を子供のように可愛がっている2人は離婚して愛犬と離れ離れになりたくないと思っている可能性もあります。加えて水原氏は大谷選手の代理人弁護士に告発されていますが、今後の捜査次第では不起訴となる可能性もゼロではありません。逮捕されずに不起訴となれば奥さんも許して今後も添い遂げるかもしれません。最後に水原氏の解雇に関してもマスコミが騒いでいますが、離婚したとなるとさらに報道が加速することが予想されます。マスコミに騒がれたくないという理由で離婚という選択肢はないのかもしれません。次に水原氏の奥さんはギャンブル依存症や違法賭博を知っていたのかについてですが、水原氏は妻は一切知らないとコメントしていました。しかし損失が2022年末の時点で1億5000万円以上になっていたことを考えると、奥さんが何も知らなかったというのは不自然に感じます。水原氏はベイメディア ESPN の取材でギャンブル依存症であることを告白しました。2021年にポーカーゲームで違法ブックメーカーのボーヤー氏と出会ったことがきっかけで、2022年末には損失が1億5000万円以上に膨れ上がり、そこから雪だるま式に借金が増えていったそうです。水原氏は違法賭博に関しては違法だとは知らなかったと話しており、野球にかけたことはないと言っています。国際サッカー、 NBA、 NFL、大学フットボールにかけていたようです。一方で水原氏が離婚する可能性として考えられる理由もいくつかあります。ドジャースから解雇、ギャンブル依存症、借金返済、裏切られた。水原氏はドジャースから解雇されて現在は無職になってしまいました。今後の捜査次第では逮捕の可能性もあり、すぐに再就職が難しい状況です。無職になっただけでは離婚理由にはなりませんが、生活に困ってしまうことが予想されるため、夫婦生活に影響を及ぼす可能性があります。またギャンブル依存症による離婚率は 30% という統計もあるので、水原氏夫妻も離婚という結末が待っているかもしれません。さらに水原氏は大谷選手の口座から約6億8000万円を送金し、大谷選手には必ず返すと約束したとも言われています。家族や友人にも借金があると報道されているため、これからは借金返済のために苦労することが分かっています。そんな中、奥さんにも苦労させたくないという理由で離婚する可能性も考えられます。加えて水原氏によると奥さんは何も知らなかったそうなので、いきなりドジャースを解雇されて裏切られた気持ちになっているかもしれません。騒動が落ち着くまでは離婚どころではなさそうですが、落ち着いたら離婚に踏み切る可能性もあります。ただここで気になる情報が入ってきました。実は水原氏は違法賭博を行っていたのではなく、妻がギャンブル依存症だったというのです。妻の依存症をかばうために水原氏が自分がギャンブル依存症だと偽って告白したのではないかと言われています。もしこれが本当だとすれば、水原氏は妻を守るために自分の身を犠牲にしたということになります。
妻のギャンブル依存症が原因で借金を抱えてしまい、それを返済するために大谷選手の口座から送金してしまったのかもしれません。水原氏は妻を愛しているからこそ、自分が違法賭博を行ったと嘘をついて妻を守ろうとしているのではないでしょうか。もしこの情報が本当だとすれば、水原氏は離婚するどころか妻を支えていくために尽力すると考えられます。妻がギャンブル依存症を克服するためにも水原氏のサポートが必要不可欠だと言えるでしょう。真相はまだ分かりませんが、水原氏と妻の関係性についても注目が集まっています。ここで水原氏と妻の現在の状況について新たな情報が入ってきました。なんと水原氏と妻は現在行方不明になっているそうです。ドジャースから解雇された後、水原氏と妻は姿を消してしまったとのこと。関係者によると、水原氏と妻は解雇された日に自宅から出ていき、その後連絡が取れなくなったそうです。二人がどこにいるのか全くわからないという状況です。もしかするとマスコミから逃れるためにどこかに隠れているのかもしれません。または借金取りから逃げているという可能性もあります。水原氏は約6億8000万円もの借金を抱えているとされているため、借金取りに追われている可能性は十分に考えられます。また水原氏と妻の行方に関して警察も捜査を開始したとのことです。二人の安否が気遣われる中、早期の発見が望まれています。果たして水原氏と妻はどこにいるのでしょうか。真相の解明に期待が高まります。水原氏と妻の行方不明については様々な憶測が飛び交っています。ある関係者は、二人は海外に逃亡したのではないかと話しています。水原氏はアメリカに住んでいた経験もあるため、アメリカに逃げた可能性もあるそうです。また二人は自殺を図ったのではないかという噂も流れています。借金の返済に追われ精神的に追い詰められた二人が自殺を選んだという可能性も否定できません。しかしこれらはあくまで憶測に過ぎません。真相は未だ闇の中という状況です。水原氏と妻について大谷選手も心配しているそうです。大谷選手は水原氏とは長年の付き合いがあり、公私ともに親交が深かったと言われています。そんな大谷選手は水原氏の突然の失踪に驚いているとのこと。また水原氏の借金問題についても、大谷選手は自分に相談してくれればよかったのにと悔やんでいるそうです。大谷選手は水原氏の一日も早い発見を願っているといいます。水原氏と妻の行方不明については現在も捜査が続けられています。警察は2人の行方を追っていますが、未だに手がかりはつかめていないとのこと。水原氏と妻が無事に発見されることを多くの人が祈っています。真相の解明にはまだ時間がかかりそうですが、事態の進展に注目が集まっています。以上が水原一平氏が離婚しない理由と奥さんの認識についてまとめた内容になります。違法賭博や巨額の窃盗をしたことでドジャースから解雇された水原氏ですが、真相はまだ分かっていません。もしかすると妻がギャンブル依存症で、水原氏はそれをかばおうとしているだけなのかもしれません。そして現在水原氏と妻は行方不明になっているそうです。二人がどこにいるのか、その安否が気遣われています。真相が明らかになるまでは断定的なことは言えませんが、事態の進展に注目が集まっています。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。